ダブルスキン構造の断面ダブルスキン構造とは、鉄道車両の構え対抗作りの一種である。従来、鉄道車両の構え体を構成するために、必要だった外反と骨組みを一体にまとめた構造であり、その断面は、段ボールと同じように、2枚の板の間に、トラス状の補強部材が入っており、それにより、骨組みなしでも、強度を確保できる仕組みとなっている。 車体の製造時にはトラス状の断面を持つアルミニウム合金の大型押し出し成形材を溶接でつなぎ合わせて製造されているが最近の溶接方法は摩擦角板溶接が主流となっており近畿車両ではレーザミグハイブリッド溶接と呼ばれる独自の溶接方法を採用している利点としては剛性が強く構え体のたわみが少ないことである 外壁部のみで必要な強度を確保できるため従来のシングルスキン構造で必要だった柱や量といった骨材が不要であるため室内への突起がなくなり室内空間を広く取れる。そして2枚の板と板の間の隙間に精神材を挿入することができるため客室内への騒音を極めて低く抑えることができることである。また、 車体の屋根板と側板が一体化されたことによる部品点数の削減と柱や梁の省略により製造工程の簡素化や製造コストの低減も実現している。欠点としては二重構造のため重量的には若干重めで軽量化に対しては若干不利なことであるがトータルバランスではシングルスキン構造より本構造の方が 圧倒的に優れているため、近年開発された新幹線 N700 系電車などの多くの鉄道車両の構え対抗づくりとして採用されている。日立製作所の A、トレーンシステム及び川崎重工業のフェイス、システムでも採用されている。ありがとうございます。